こんにちはマイミです今日はですね先日このこれについて少しお話ししたかと思うんですけれどもあのねここにカテゴライズできないといいますかされないものっていうのがあるっていうことをちょっとお話ししておく必要があるかなと思いました。えー、最初ににあの申ししし上げておきますと本当に素晴らしい正しい正 権威のあるものをお求めでありましたらそういう本やあの素晴らしい発信者はあの別にいらっしゃるので今すぐこのチャンネルを移動していただきましてそちらへご移動くださいませこれは私の見解なので「マイージ寿」に興味のある方はよろしくお願いいたします。音楽といいうううのはこういう順番で発達したと で発達したのはその楽器がより発達したという歴史でもあるということをお話ししたかと思うんですけれども実はねどこにもねちょっと属さないと言いますかあのちょっとねあのドイツ物ーーまま、ねえっと、っていうのはまあ端的に言えばドイツ出身の作曲家の作品。 ということです。そして日本人はドイツものが大好き。その理由はまた別の回でお話しいたします。で、あのバッハね、バッハももちろんドイツ出身のあの代表的な作曲家なんですけど、ドイツものって言うかなって思うんですよね。バッハというのは、えー、クラシックの作曲家なんですけど、あのいろんなものへの編曲が可能で。 本本本当に基本の基本ののなんですよね。なのであのこれをドイツものって呼ばないと思います。で、えー、例えばモーツァルトっていうのはベートーベンより少し前っていうか、まあ、一緒ぐらいの時に活躍してましたけどモーツァルトドイツものって言わないうのは、まあ、オーストリア出身だってこともあるんですけれども、まあ、あと あの活躍してたのがパリとかだったりもするっていうのもあるんですけどあの時代でもなないいいかなという気がしていますそして、まあ、あの前回お話ししたかと思いますけどどこにも属さない例えばショパンっていうのはポーランドの人なのですけれどもうんじゃポーランドものっていうかっていうとポーランドで有名な作曲家ってショパンとシマノスキーぐらいしかいないので。 でこのリストですねリストハンガリーの人なんですけどハンガリーものとはやっぱり言わないんですよねうんであの唯一そういえばそのここのね国民学派に入るのが、まあ、ムソルグスキーとかあの辺ですねあのリムスキーコロルサコフとかスペインものっていうのがあるんですよねスペインものっていうのはこのこれグラナドスなんですけどまああのファリアとか あのアルベニスとかですねだからまあそのそこの国出身の作曲家が比較的多いものに対してこのスペインものとかドイツものとかフランスものとかロシアものっていうふうに言うかなという気がします。であのこの辺このグリークこれペールギュントですねあの私の勤務校ではですねあの まあこの辺り、東海地方はあの休み時間のことを放火と申しますけれども放火のたびにですね、このグリークのペールギュントの朝が流れるんですね。そしてあの窓を開けましょう換気をしましょうというねそういう <laughs> あの放送がかかってあのはいそれを覚えなさいっていうふうに生徒には言っているんですけどねこれはホルストの「ジュピター」ですけれどもこの人はあのね あの？でも活躍したのはイギリスですよね。確かそうですよね。なのでえっ、ー、と出身の国を。をまあ、指すといえば指すんですけれども。まああのー？どこにも属さないリストとか、あとじゃあメンデルスゾーンっていう有名な作曲家いますよね。メンデルスゾーンがじゃあどいつものかって言われると。 ちょっと違う気がしますあのメンデルス・ゾーンっていうのはあのライプツィヒのあのねまあ、あの人ドイツ人じゃないからねよく考えたらあのユダヤ人ですよね銀行裕福な銀行家の息子あの作曲家の中では唯一何て言うんでしょうお金持ちなんですよ。で <laughs>、ね、お金ない人多いわけじゃないうん。 ももののすごくく厳格ななではなくて、まあ、比較的そのクラシック音楽のコンサートで弾かれる花形の曲っていうのがあるんですけどその中でのまあ大雑把なあの分け方です、はい。ちなみに私はフランスものとスペインものが大好きでもちろんドイツものもロシアものも弾いてきました。でも まあ今後ね自分があのコンサートの中で弾くことは多分、えー、バッハは弾きますバッハは今も弾いてますっていうか、まあ、バッハとモーツァルトを弾かないあのクラシックの演奏家っていうのはいないですしこれが基本なんですね、うん、だから、うん、てかこの2人が嫌いだったらやれないかな、うん、と思います、はい、もう1回お話し,しますと あの非常に正しくて立派なあの内容をお知りになりたいのであればえ権威のある素晴らしい方がたくさんいらっしゃるのでえこのチャンネルはあのお役に立たないかもしれませんこれは私の、えー、発信でございますので私に興味があられたら参考にしていただきたいと思います。 えー、バッハについてはまだまだねお話しすることがあるのでまたねあのお話しします。私があのバッハっていうバッハっていう人はあの、えー、1685年生まれなんですけれどもあのねピアノっていう楽器ができる前の人ですから、うん、前もお話ししたと思うんですけどピアノでバッハを弾くっていうことにすごく矛盾があるんだっていうことに。 あの学習中ねだから要するに小学校の頃とか分からずに弾いてたので全然分かんなかったんですね。まあ、そのあたりのこととかもねまたお話ししていけたらいいなと思っています。はいあの私にね興味があられてまあ、もし面白いなとか参考にしてみたいなと思われる方ご覧いただけると嬉しいです。はいそれではまた別の投稿でお会いいたしましょう。 ありがとうございました。バイミーでした。